こちゃしてんじゃねえ。俺をやめるな。グラッ、いや、いけるんかい。完全に見せた。オープニングを作ってる時はマジでクリアできなかったんだよ。10回から15回ぐらいやり直して、あ、これちゃんとクリアできないねっていうことを確かめて本番でクリアしちゃうっていう。イレギュラーが起きてしまいました。まあ僕は本番に強い人間だっていうことでいいですかね。知るかそんなもん。どうでもいいだよそんなもん。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもホンキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ラールアンボクシングかっこゴンロングということで、ふざけた箱を開けるということでしょうか。で、久しぶりにワゴンさんのコースなんだけど、ワゴンさんのコースって言ったらバグを期待してしまう方いるんじゃないでしょうか。でもね、ワゴンさんのコースって約半分ぐらいしかバグを使ってないっぽいんだよね。だからバグがあったらラッキーっちゅう感じらしい。場合、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.84%。 そんで最近ピオキングさんの声が好きですっていうコメントもらうんだけど、大丈夫か。心配になっちゃうよ僕は。耳鼻科に行ってこい早く。こんな声が好きだなんてなかなかいないよ。まあ僕自身も分かってますけどね、自分の声がいいっていうことに。快楽バブル。ちょっと真面目な話するわ、みんな涙しないでね。僕がゲーム実況を始めた理由の一つとして、声がコンプレックスっていうことがあったんだよね。で、この声をみんなに受け入れてもらえれば、雑魚は引っ込んでる話の途中なんだよ。で、この声がね、みんなから受け入れてもらえれば、自分の声に自信がつくかなって思って。下がれ。話をさせてくれよ少しぐらいさ。めっちゃいい話してんだから。みんなが涙を流すタイミングを逃しちゃうじゃんか。おっと、左に隠しブロックがあったね。この上にどんどん行けと、そういうことなんじゃないの。上に罠はないみたいだな。こっちは何があるの。以上やし。僕の声が好きだというそこの君に最高の声を届けようじゃないか。きっとこの綱の先罠があるよ。その罠に引っかかった時の最高の僕の声を聞いてておくれ。そろそろ考え直した方がいいんじゃないのか。僕の声が好きだっていうそこのあなた、 VTuber の方とかさ、可愛い声とかかっこいい声の方たくさんいるじゃん。その人たちを見てさ、癒された方がいいと思うっていうか、何人のチャンネルを勧めてんだ。いや、いつも見てくれてありがとうね、こんな僕でも。さあ、右と左どっち行けばいい。右に行こう。いや、右に行こうって言おうとしてたね。大体僕は外れるからね、1/2なら左が正解だ。なぜいつもこうなんだ。何もしてくるな。下に降りた瞬間罠があるとかそういうことはないよな。まだまだ油断はするなよマリー。左も確認だ。大丈夫です、何もありません。マイマン、ならそこのハテナブロックを叩いてみろ。金を手に入れました。左下のオンオフが怪しいと僕は見ましたよマイマン。ならそこに行ってみろ。バーン、どうした、落とせよマリー。ゲロ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 、くそ、マリーが帰りにされてしまった。お前はもうマリーじゃない、マイルだつまんねえんだよ。一旦帰るは避けておこうか。それでくるだくるだくるだ、マイルになっちゃう。はい、ただいまとか柄にもないことを言ってみる。なら残された道は一つだ。下に降りて左を進化したらオンオフができる、そういうことなんじゃないか。おまあカエルは絶対取ってしまうよな。左のオンをするときに絶対カエルスーツに当たってしまうから。さあ、ここでチビになって、ここから右ダッシュしていこうか。違う、やった。邪魔ねえな、さあもうそんなのには引っかかるでよ。で、この四角の枠は何だったんだろうな。別になんもないの。あ、四角の枠にとどまっておいたら中間ポイントが取れなくなるみたいな、多分そういうことだったんだよ。で、右親父、右親父じゃねえ、多分あの石足右に来るよ。でも何もしないでいい。アルパカの真似をしようかな。うわいつもすいませんね、わけわかんない状況で。もしもし、はい、あー、わかりました。明後日とかでも大丈夫なんすか。もう分かったもんね。このハテナブロックを叩けば何もしないでいい。そうしたら左に隠しブロックが出てくるんだけど、ハテナブロックを叩くことによってさ、隠しブロックが出てくる意味が分かんねえな。そしてこのパワーブロック投げていいのかい。一体この鉄球壊してみようか。何よ、お前もなんだよ。今見た、このパワーブロックを投げたらさ、右上の砲台があるじゃん、ここ並んでるとこ。あそこがめっちゃ爆発したんだよね、ほらほら。相当見た。めちゃめちゃ音でかいんだよね。さあ、ここのリフトに乗って何もしない。待て待て待て、やるじゃない、リフトの裏にシーソーを隠してるなんて。そんなことってできるのかい。バグの一種なんじゃないのかい。くわ
ぐわーじゃねえんだよ。最近ね、自分の実況がバカすぎてどうしても自分で笑ってしまうんだよな。いけないっていうことは分かってる。土管に入れませんね。ここは石屋じゃ、避けろってこと？避けて右の、あーなるほどね、真ん中の土管に入れるんじゃない。よしよしよし、先に進めたね。さあ、あの枯葉は取っていいのかい？僕は何もしないよ、動かないよ。ホームラン！よくもまああんなしょうもねえ言葉が次々と出てくるもんですよ。じゃあジャンプして取れっていう感じだったのね。そしてここは尻尾で叩けばいいのかな。叩いた瞬間すぐジャンプしようか。よし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 、そこでくるくる回ってろ。なんか時計みたいで可愛いよねあれ。さあチビになって、うわ左下のツタのところもすげえ怪しい。あっち行っておけばよかったな。上のツタは、うわ絶対砲台出てくるよ。でも僕はさ、すぐ下に落ちて逃げるよ。ちょっと行こうか。うわくすげえ、いや絶対避けれると思ってた。ざまねえな、ほらよ。さあここの亀の甲羅を持って、どうしよう、投げてすぐ上に行こうか。これで鍵は手に入れれたね。え、結果合ってたんじゃない？よしよしよし、ここめちゃめちゃ順調だよ。さあ中間ポイントも取らせてくれました。そしてここはファイヤー取らせてくれないと思うんだよな。多分バブルかなんか出てくるんじゃない？浦和様、このハテナブロック叩くじゃん。そしたらこの場所にバブルが降ってくること以外考えられないよな。さっきの違うやんか。このハテナブロックを叩く、そして何もしなかったらファイヤーフラワーが取れて先に進めるっていうことみたいだよ、のび太くん。そしてこのバームロックを持って先に進んでいくよ、のび太くん。ジムでパウエボー。そろそろ真面目に実況していこうかな。たまにはね、真面目なピオキングを見たいっていう方がいるんですよ。その方に朗報だね。今から真面目に実況していきたいと思います。なんかさ、今日ワゴンさんのコースにしては珍しくめっちゃ簡単なような気がするんだよな。さあすぐに土管に入って、土管に入れないで、これさ、どうやってられるの？右上なんか俺が見えてんな。あそこなんか飛ばしてくるよ。みんな賭けをしようぜ。僕が魚を飛ばしてくると思うね。うるさい。ただ砲台の中身が当たったぐらいで騒ぐな、ピオキング。そんなんだからいつも視聴者さんとか初見さんの方にうるさいって言われんだよ。左なんかあったの見えなかった今。なんか左あったような気がしたんだけどな。ジャンプして、いや絶対何もない、行かない方がいいね。でまたバネかなんか出てくるんじゃない？頼む、何も出てくれな。よしよしよし、一個ずつ行こうか。そして次はこの場所。絶対ダメなやつだ。中間戻しか、こっちは。そんなコインの通り行けるか。まさかこんなところに土管を隠してくれてるとはね。いい仕事するじゃん、制作さんさ。そしてここバネと重なってるな、メットが。これどうなるんだ、どっちを持つんだろうな。一旦何もしないで行ってみる。ダッシュボタンを押さないで行ってみる。そしてこのバネを持つ。オーケーオーケー、合ってんじゃない。でこのバネを持って、うぅ、嫌なやつがいる。頼む、なんか出して。いや、あれをもう一回持てばいいのか。これを持ってきてこの場所に投げればいいんじゃない。オーケーオーケー。てやでい、ちょっとひねくれたことやっていいかな。ここで一旦メット蹴るじゃん。そしてバネを投げて、このメットをかぶっていけるんじゃない。この状態でさ、このチョロップ貫通できるんだよ。オーケーオーケー、多分これが正解だと思うよ。もうゴールがあるじゃねえか。どうする。バレー、ちょっと右に逃げておこうか。このバネは横バネ、横バネかを持つことはできない。うわ、あの鍵のところ行っていいような気がするんだけどな。足はありそうじゃない。でも何もなかったらあれなんで、一旦このツタの場所。上に行ける。え、このさ、足場って上に行けないの？でも右に行けないと思っているのか、僕が一発マリア名人よ。舐めるな。はいはい、これでもうゴールしたも同然なんじゃない。一旦右の方まで行ってみようか。そしたらツタが出てきてくれて、あれ、こう。人生のゴールがあったね。ゴールが見えないんだよな。多分あの土管の上にゴールがあるんじゃない。50コインかなんか隠されてるじゃん、あると思うんだけど、その裏にか、いやあるな普通に。え、上のピンコイン取っていいの？左からちょっと逃げてみようか。うわ、叩きたくねえ、叩きたくねえけど叩いてみようか。どうだ、あー。おもしろい罠を仕掛けてくれるじゃねえか、ワゴンさんよ。でも僕そういうの大好きだよ。あの土管の方めっちゃ気になんない？ここ中間ポイント戻しとかなんかな。いやどうなんだろう、ゴールできるのは分かってるんだけど、一旦入ってて、うわ入れないじゃねえか、こういう時に限って。なんだなんだ。やめて。え、なにこれ。え、誰も来ないとかそういうことはないよな。エンジェルモグラ。さあ
長かった決着も終わりが近づいてきたね。僕はこの赤コインを2枚取ってからゴールしてみせるよ。さっきのリベンジだ。行くぞ。これを取ってゴール。あやめろ、助けて変態仮面。変態仮面に助けを求めるな。ここの罠全部引っかかったんじゃない？多分もう何もないと思うけど、次こそピンクコインを2枚取ってゴールしてみせるよ。さあこれでゴールだろ。やったいやこれぞバグっていうバグらしきものは見当たらなかったんだけど、バグなしでもさすがワゴンさん、すごく楽しいコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。オンオフが切り替わる1の2ということで、サムネを見る感じ床が全部オンオフブロックでできてるから、オンオフのタイミングを見極めて進んでいけっていうコースだと思うんだよね。いや無様に落ちていく未来しか見えませんね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78%。 これでさ、高速にオンオフが切り替わったらめちゃくちゃ難しそうだよね。ただブロックの範囲が長かったからそんなに早くはないと思うんだけど、こっから最初の土管に入るのすら難しくないか。まあまあタイミングが結構遅め。じゃあここで赤からの青いや違うんだって、最初の土管ぐらい素直に入らせてくれ。じゃあこのタイミングぐらいかな。オッケーオッケー、こっちじゃないのか下に行けってことね。まあまあタイミング遅いから結構簡単に入れると思う。さあこっから本番開始っていう感じだね。で次は、あ、ここ普通に床があんだ。うわこれは難しいよ。このタイミングか。で次は赤いやこれマジむずいね。うわ頭狂いそうだなこれ。赤で青、一個ずつ行こうか。もう一個ずつ行くのが一番安全かもしんない。青赤からの、いやまずいまずい。あー、これを最後までしなくちゃいけないのか。というか頭バグってるって。もうさっきのトロールコースで僕めちゃめちゃもうバグってるんだけどさ。あ、ここに寄っておいたら安全だここめちゃめちゃいいとこ、ゆっくり考えよう。青、このタイミングだ。いけ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 、もうそのままいってくる。くっ、ブラバが邪魔くせ。邪魔なんだよお前は。久しぶりにクリアした時達成感のすごそうな1の2に出会ってしまいましたね。だが俺を舐めるな。ただオンオフが切り替わるだけの1の2、ちゃちゃっとクリアしてみせようじゃないか。じゃあ早く行かんか。タイミングがわかんねえてか進むのが怖すぎるんだよな。もうジャンプしない方がいいかもしんない、あんまり。だから走っていくね。こっから右で走る。いややっぱジャンプしなくちゃいけねえで、さっきこの辺でやられたよな。タイミングを見極めて、このタイミングか。よし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 、まだ未知の世界だね。こっからもう走ってった方がいいんじゃない。僕ね、走って行った方がいい説あるよ。こっから走っていく。常に走って、キュッ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 、ダメー。語彙力なんてあったもんじゃないで、僕がこんなコースやるとなんだそのやられ方。こんなコースな、僕が黙ればちゃちゃっとクリアできるんだ。見てろ。それを証明するために僕は今から黙ってやりたいと思います。だいたいね、こんなオンオフしまくるようなコース黙ってやるのが普通だと思うんですよ。でも僕はいつも喋りながらやってる。そんな僕を褒めてほしいぐらいだね。実況魂なめるなとかなんとか言ってたらね、結果こいつ喋りながらやってるじゃんって思ってる方いるかもしれません。そうだろうね。僕は黙る気なんてさらさらないんだから喋ってればいいっていう問題じゃねえんだよ、ミオキング。語彙力がなかったらそこまでなんだよ。ていうかこれ結構もういい感じに来てないですわ。ここまで戻ってくるのに精一杯、めちゃめちゃしんどいよ。ここはゆっくり行こう。一個ずつ行けば絶対行けるはずなんだ。あれもうゴールなんじゃない。多分ゴール前は普通であってオンオフとかしないでまあでもこれは一個一個行けば多分ねゴールできると思います。この先ゴールだろ。もうちょっと集中するね。マジで戻りたくないからやったー、やったいやもう二度としたくないような1の2でしたね。でこれ説明文にさ、前に出した1の1よりも難しいですって書いてたから、もしかしたら1の日が1の1もやっていくかもしれません。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてミオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。